はい。では、MAC の畑沢からご説明させていただきたいと思います。本日の内容ですけれども、題名の通りなんですが、樹脂とかゴムとかですね、FRP などの、周波数依存とか温度依存性のある、材料ですね。そういったものの、振動解析を行うための機能、その機能の特徴などをご紹介していきたいと思います。最初にですね、背景としまして、樹脂、ゴム、FRP の特徴に関して、お話ししたいと思います。まず背景の背景といいますかですね、自動車の設計などでは、燃費、CO2 排出削減ということで、車体の軽量化っていうのがですね、非常に強く求められているかと思います。この図はですね、国交省の方で出している図になりますが、車両の重量と、CO2 の排出量の関係を示したプロットになっています。で、この色は、エンジンの種類っていうか、ディーゼル車だったり、CVT のガソリン車だったり、そういった種類ですね。で、基本的には重いと CO2 排出が増えるという、当然といえば当然の傾向を示しております。で、それに対して、EU の CO2 排出量規制っていうのが来年からまた厳しくなるというようなことで、自動車メーカーの平均として、このオレンジのラインですね。これを下回らないといけないと。で、2030年以降にはさらに厳しく、この赤いラインですね。このようにさらに厳しくなっていくんではないかというふうに言われております。で、こういった背景がございますので、構造、乗りも、自動車をはじめとしまして、構造設計の、高度化と、効率的な設計が求められている状況かと思います。今のような市場の要求の高度化ですね、低燃費軽量化、またその上でさらに高品質でなければならないと。特に今日の、テーマでに関しまして言うと、低振動だったり低騒音というところが関係してきますね。で、設計上の課題としましては、例えば部材の配置だったり板厚の分布だったりを効率的なものにすると、最適なものにする。それから材料をうまく、適用していく。で、制振材とか吸音材をうまく使うと。で、材料の置換にも絡みますけれども、部品結合の効率化として、従来のスポット溶接だけではなくて、接着だったり、SPR だったりですね、いろんな、結合様式も変わってきていると。で、これらをすべて考えながら、低コストかつ設計期間を短縮していくっていうような、厳しい競争環境にあるかと思います。で、実はこの図はですね、この説明はですね、毎回、使ってるんですけれども、例えば、過去のセミナーの中では、設計最適化機能を使って、設計を効率化するとか、計算速度を高速化する機能を使って、解析の高速化の、効率化をするとか、そういった話もしてきたんですが、今日はこの中の、樹脂複合材とか制振材、この辺のですね、周波数依存とか温度依存が絡んでくる部分、こちらの関係の、解決に役立つ、情報をご提供できればと思っております。はい。で、最初にですね、複合材ですね、繊維強化プラスチックの特徴を少し、お話ししたいと思います。こちらの図ですね、非弾性、重量、密度あたりの、弾性率、硬さですね。で、非強度、密度あたりの強度ですね。これは右上に行けば行くほど軽くて強い、軽くて、硬いというものになりまして、構造部材としては非常にいい特性になります。で、一般的には、金属材料よりも、CFRP なんかの、複合材料の方が、非強度とか非弾性が高いということで、材料特性として優れているというふうに考えられています。
ただですね、軽くて、同じ剛性を持たせるっていうことになると、ですね、振動はしやすく、起こりやすくなってしまう。振幅が大きくなってしまうということがありますので、これをですね、ただ軽くて強度があるよっていうだけでは、NV 特性、振動特性としてはまずいんですね。で、ただし、幸いなことに、材料の内部減衰は金属材料よりも大きい傾向がありまして、その点では有利になります。まあ、後半ですと 0.1%、まあ、もう一桁ぐらい小さいかもしれませんが、非常に小さい、内部減衰なんですが、CFRP ですと、パーセントのオーダーの減衰があるということで、まあ、一桁大きい感じですね。ですので、運動方程式の中の、まあ、質量は軽くして、減衰が大きくなって、剛性や荷重は同じですよっていう状況を考えると、じゃあどっちが勝つかなっていうのは、そういうところが重要になってきます。で、まあ、一つの、例としまして、まあ、板をですね、中央下進するという例で、減衰が10倍違う。っていう場合に、どのぐらいその振動に対する影響があるのかっていうのを見たのがこちらになります。最初、インパルスをここにドーンと入れたときに、応答が、どう減衰していくかということですが、0.2% の構造減衰のものは青で、2% がオレンジですけれども、もう全然その減衰の速さが、違いますね。という形で、一桁、複合材、まあ、プラスチック製品というのは減衰が大きいよっていうのは、かなり効果があるということが言えます。逆に言うと、こういった特性を正しく表現できないと、解析の精度が出ないということですね。はい。で、特徴としてさらに、剛性や強度だけじゃなくて、減衰特性にも違法性があるよという特徴がございます。こちらはですね、積層複合材の、繊維方向を、まあ、変えた4パターンですね。0度90度のもの、45度90度、あ0度90度、0度90度、まあ、こういった4パターン、作りまして、振動試験を行ってですね、曲げの振動モードの減衰、モーダル減衰。それから、ねじりモードの、モーダル減衰。これを計測しましたと。で、その結果、繊維配光との、比較で見てみますと、0度、90度のケースだと、曲げは減衰は小さいんですが、ねじりはかなり大きくなりますよと。で逆に、全部45度の積層したものだと、曲げの減衰が大きくなって、ねじりの減衰は小さいですよっていう、そういう、結果になっています。で、これはですね、まあ、こういった、形で、モードによって、まあ、ねじられた時に、減衰が大きくなる。まあ、先端変形したような状況ということになりますけども、まあ、そういったことが、実験的に確認されています。で、こちらは、弊社のユーザー会でですね、岐阜大の、古谷先生の方にご講演いただいた際の、資料から抜粋いたしております。で、こういった、さらに、ですね、樹脂とかゴムの特徴としましては、まあ、樹脂なんかは少しこう、粘り気がある、まあ、粘性がある特徴があります。まあ、ゴムなんかでもですね、ちょっとこうベタベタするような感じがあると思うんですけども、そういった粘性がありますので、それが減衰特性に効いてくるという 特徴があります。で、もちろん、弾性ですね、引っ張ったら、で、離したら戻るっていうような、そういう、弾性もあるということで、まあ、両方の特性がありますので、粘弾性材料というふうに言われております。で、一般にこういった、樹脂やゴムのような材料は、温度や周波数に対して大きく材料特性が変化するということが、言われております。で、低温の場合はガラス的な特徴を持ってて、高温になると、もうなんか流動的な溶けちゃったような状態ですよね。で、その間にもですね、転移領域とかゴム状領域といったような形で、
その材料の特性がこう変化していきます。で、この温度に対する変化と、まあ、工程で言うと逆向きの関係でですね、高周波になるとガラス領域のような特徴を示す。低周波ですと流動領域のような特徴を示すといったような、温度と周波数に関してですね、まあ、逆の、特性があります。まあ、こういった、温度と、時間方向、まあ、周波数に対する、特徴を、うまく使いまして、温度を変えることによって、時間を変える効果があるんで、まあ、それをうまく使って、材料試験なんかも やられております。まあ、こういった形でですね、温度とか周波数に対して、例えば損失係数なんかがかなり大きく変化しますので、これらをうまく表現できる機能が求められているということですね。はい。まあ、そういった背景がございまして、NASA の方でもですね、違法性減衰係数のモデル化の方を、モデル化できるような機能を搭載してきております。まず周波相当解析の運動方程式を少し見ていきますと、まあ、慣性力のこう、減衰力のこう、弾性力のこう、破壊力と、まあ、こういう、状態ですね。で、ナストラの中では、様々な減衰の表現機能があるんですけれども、まあ、こちらに大きく言うと、5種類の、表現があります。で、上の2つは構造減衰で、変異に対して、まあ、比例すると。で、合成のですね、虚数項、まあ、i が虚数を表していますけど、虚数項として表現されるモデル化です。で、全体と要素っていうふうに分かれてますけれども、まあ、全体は文字通り、モデル全体に同じ係数をかけるというものですね。で、要素の方は、材料ごとに、減衰係数を扱う、変化させることができるというもので、まあ E は、まあエレメントの合成、エレメントの減衰係数と、まあそういった意味ですね。まあその他にもですね、モーダル減衰とかレイリー減衰、粘性減衰といったような、まあモデル化機能がございます。で、本日は、こちらの要素構、構造減衰ですね。こちらに関して、まあこちらが主役になります。で、そちらのですね、その機能の、入力の、まあ、ナスラの入力の形式ですね。今回、材料の、ナスランではですね、材料の、種類としまして、マット1とかマット2、マット9といったような形で、材料の、定義が、カードがございますけれども、この中で GE という項が、これが構造減衰項になります。で、従来は、例えば、マット Q は、ソリッド要素の、違法性材料特性を表現する。まあ、このような、G の11から G の66まで、成分を持っている、ものなんですが、これらに対しては、全部同じ減衰係数をかけるというものが、ことしか、まあ、できなかったんですね。で、そこがですね、今回、バージョン2018からになるんですけれども、項が追加されまして、G の11から G の33とか、まあ、11から66っていった形で、すべての弾性項の、に対して、それぞれ減衰係数を、別の値を、適用することができると。まあ、こういった機能が追加されております。で、これを、そうですね。で、あとはですね、積層材料を表現する場合には、P コンプという、プロパティの入力の仕方がございますけれども、こちらもですね、従来は、積層した板全体として一つの減衰係数をかけるという、形式だったんですけれども、今回2018からは、この材料、ある材料、板厚っていう、で、繊維の方向っていう、入力になりますけど、各層の材料が、例えばマット2という先ほどの、違法性のシェル要素の用の材料で定義した場合に、
違法性減衰が定義されていればですね、これが積層材としても反映されるという形に拡張されております。はい、ではですね、この違法性減衰係数を使うと、まあ、どんなこういい効果があるのかということを見ていきたいと思います。先ほどインパルス過信をして減衰が、まあ、10倍違うとどう違うかっていうものを見ましたけれども、同じ形状のものになります。で、この形状に関して、このようなメッシュを、ソリッドメッシュを、作りまして、ですね、減衰の、係数をこのように違法性で与えております。繊維が長手方向に繊維があるという状況で、繊維がある方向は減衰が小さいと。で、繊維がない、向いてない方向は、減衰が少し大きくなって。で、先端に関してはさらに、樹脂が変形する効果が大きいので、先端の係数はさらに大きくなっていると。まあ、こういう、データ、入力をしております。そうしますとですね、これは固有値の計算をした結果になるんですけども、曲げモード、ねじりモード、曲げの5時のモードという形で、まあ、モードシェイプを示しています。で、こちらのグラフでは、各モードの振動数と減衰係数ですね、結果的にこのモードが、ま、全体として、モーダル減衰として考えると 0.51% ですとか、ねじりは 1.53% ですと。で、5時の曲げになると、0.78% になりますといったような形ですね。で、このように、減衰係数は違法性を与えていますけども、別に周波数依存をしているわけではないんですが、結果的にモードが違うと、各、そのモードは、モードごとにそのモーダル、モードの振動数がありますけど、その振動数でのモードは、減衰係数がちょっと高くなりますよといったような形で、モードシェイプに依存した減衰が結果として表現されると。まあ、自動的に、計算上そういうふうになります。で、まあ、曲げとねじりで違うっていうのは、まあ、先端と曲げが、係数がだいぶ違うので、先端と、垂直方向の、減衰係数がだいぶ違いますので、この差が出るっていうのは、まあ、直感的にわかりやすいんですけども、じゃあ、曲げの時数が上がったときに、なぜ、その、モーダルの減衰がですね、マクロな減衰が増えていくのかっていうのは、ちょっと、考えてみたいと思います。こちらはですね、今の計算結果の、一時曲げのですね、長手方向の垂直歪みの、分布を示しています。まあ、表面が引っ張り圧縮の、歪みが大きくなるということですね。で、下の方は、先端歪みですね。まあ、表面ではなくて、板圧方向の真ん中付近が、先端歪みが大きくなるという分布になります。で、4時の曲げの、真ん中付近を拡大してみますと、やはり表面の引っ張り圧縮が、まあ、表面部分が大きい。で、真ん中辺は、先端が大きいと。まあ、こういう形になります。で、ここで注目するのはですね、縦歪みの大きさと先端歪みの大きさの関係が、こちらは 5.79 と 0.75 っていう関係なんですね。で、4時の方は237と186っていう形で同じオーダーになってます。こっちは一桁小さいんですね。ということで、工事の曲げになると、先端の歪みの大きさが相対的に縦歪みに対して大きくなってきますので、その先端変形による減衰が、だんだんこう支配的になってくるということです。で、こういう効果が、まあ、自動的にですね、考慮されますので、まあ、周波数依存を入れてなくても、歪み成分依存で、減衰係数を変えることによって、結果的に、
周波数が違う、まあ、モードの時数によって、異なる減衰が表現されるということになります。まあ、こういった形で、違法性の減衰というのは、まあ、かなり大きな効果を持っております。次にですね、周波数依存、温度依存のモデル化について、ご説明します。こちらの方は、2018のバージョンからですね、違法性、先ほどの違法性に合わせまして、周波数依存性に関してもモデル化の、対応するようになりました。で、2020ではですね、材料特性及びブッシュ、ファスナーの、特性に関して、と合わせまして、周波数だけではなくて温度依存性についても、対応しております。対応するソリューションとしては、周波数応答計算ですね、108、111、最適化の、200の、ソリューション200の中の、直接法、モーダル法の、周波数応答計算に対応しております。で、まあ、こちらに材料カード、MAT1F とか、そういう F がつくものがありますけれども、これとテーブルの入力を使いまして、周波数温度依存性を表現していきます。で、温度分布に関しては、まあ、従来から温度、の定義がテンプという入力がございますが、こちらの方で、設定をしていきます。で、ちょっとですね、ここでですね、理屈的っぽい、まあ、数式でどういうことをやってるかっていうのをご紹介したいと思います。まあ、運動方程式を見ていきますと、通常は、質量、まあ、質量は、まあ、変わりませんが、減衰とか、合成の方は、周波数とか温度の関数ではないんですけれども、この場合は温度、周波数と温度の関数になってますので、まあ、これが、周波数ごとに、過信する周波数ごとに、減衰も合成も変化すると。これが、まあ、周波数、温度依存性の特徴ですね。で、これをですね、直接法で解く場合は、まあ、このまま、各周波数ごとに、減衰特性、合成特性を変えながら解いていくっていうことで、まあ、割と分かりやすい、ことをしています。で、ただ、直接法で解くと、計算時間が非常に長くかかってしまいますので、現実的にはモーダル法を使いたいということがございます。でそこで、モーダル宿題をかけていくんですけれども、固有値も本当は、合成が変わると固有値も変わってしまうので、じゃあ何かの固有値、まあ、固有ベクトルを使って宿題をしないといけないということで、固有値を計算するときの、合成を、の振動数はどの周波数、どの温度の時の合成をその固有値計算に使うのかというところが一つあります。まあ課題というか、決めないといけないということですね。で、まあある値を決めて、それで固有ベクトルを求めましたということがあると、変異を、まあ固有ベクトルの線形和で表しますよという、まあ、通常の、こういう、モーダル法の考え方を適用しますと、こういうベクトルを使いまして、質量項、減衰項、合成項はすべて、こういうベクトルの前後からかけた形でですね、宿題することができます。で、荷重も、こういうベクトルで宿題されるという形ですね。で、ここでですね、まあ、ごめんなさい。この方程式を、宿題した後の方程式を、各、過信周波数のオメガ1の周波数で解いていくっていうことになるんですが、ここで B とか K を全周波数で、有限要素から、合成マトリクスを作ったり、減衰マトリクスを全部の周波数で作ると、それは計算コストがかなりかかってしまいますので、ある、特定の周波数においてのみ、真面目にですね、B とか K を計算し直して、
その間の周波数に関しては線形内装とか、まあ、対数の内装をするというようなことをする、機能によって高速化を測ることができます。はい。で、ちょっと、周波数に添え字が I だったり、J だったり、ここでは L っていうような、まあ、いろんな周波数が出てくるので、ちょっと整理すると、I は過信周波数ですね。で、ここの J は固有値を計算するための、材料特性を決める、周波数ですね。これは、パラムのの、まあ、ノミナルの、フレクエンシーですね。これ、こういうパラメーターが今回追加されてまして、ここで固有値計算を使うため、行うときの材料の特性をどの周波数の値にするかっていうのを指定することができ、ます。で、もう一つは、ここである、周波数、ある核振動数、オメガ L で、だけ、材料特性を、有限要素からきっちり計算すると言いましたが、この周波数のことをマスター周波数というふうに呼びまして、ケースコントロールコマンドの M フレクエンシーというもので、マスター周波数をとして適用する周波数を、ユーザーが決めることもできますし、まあ、自動で決めることもできるという形になっています。ということで、ちょっとまあ複雑な、従来の、周波数依存性とかないものに比べると、若干複雑になりますけれども、ここでちょっと整理をいたしました。で、さらに、計算精度ということを考えたときに、ここの式を解くんですけども、ここの、モーダル縮体っていうのは、固有ベクトルと、例えばここの合成っていうのは、実は、この合成の固有ベクトルではないっていうことになってしまいますよね。ある一つの周波数では、この合成とこの固有ベクトルは、この合成に対する固有ベクトルだという意味で、まあ、正しいというか、いいんですけれども、実際には、ここの K が変わってしまいますので、周波数によって変わってしまいますので、Φ は、その、合成に対しては正しい固有ベクトルではないことになります。それによって精度の低下がちょっと懸念されますので、これを補正するためにですね、マスター周波数、まあ合成とか減衰を、正しく計算し直す周波数において、その合成項に基づいてレジデルベクトルを計算をする、求めるようになっておりまして。これによって精度の向上を図っております。はい。ではちょっと東方製材料を、周波数依存にしたようなもの、まあ、温度依存にしたものですね。これを、入力を、見ながら、設定方法をちょっとご説明したいと思います。まずMAT1 というカードで、これは従来からあるカードですね。で、同じ ID で MAT1F というカードを、追加していただきます。で、ここでは、テーブルの ID を参照しております。で、テーブル、D1 の方で、110番、これは縦断性係数100、ここですね。この対応関係になります。で、周波数と、縦断性係数。周波数と縦断性係数という形で、テーブルを定義しております。で、同じように、G と、まあ、ポアソン比ですね、に関しても111、112のテーブルが、周波数と値、周波数と値と、こういうテーブルを定義しております。で、次に、その際に、内装の仕方をですね、線形内装にするのか、対数で内装するのかといったことを選択することもできます。次にですね、この減衰項、構造減衰の、値を200番のテーブルが決めています。で、200番は、テーブル D5 になってまして、これは温度とテーブルの番号、温度とテーブルの番号というものを定義しています。で、そうですね。で、
さらにこの3っていうのはテーブル D1 を参照しておりまして、周波数と減衰係数、周波数と減衰係数というものを定義しております。まあ、こういった形でですね、この MAT1F からテーブルを参照することによって温度依存、周波数依存を表現すると、まあ、こういった形式になっております。でこの例では断水係数は温度依存にはしてませんけれども、することももちろん可能になっております。はい。で、複合材の場合、先ほどもありました P コンプですね。で、違法性に関しては、この MID の、ところで MAT2 を参照することによって、違法性が適用されますよということをご説明しましたが、さらに MAT2F も定義してあれば、その、温度依存、周波数依存の特性も、考慮された形で、積層材としてのトータルの減衰が、考慮されるようになります。さらに、ここのトータルの P コンプ、その積層材トータルの減衰を表現するという機能に関しても、P コンプ FQ というものによってテーブルを参照することもできるようになってますので、積層材としての減衰係数の周波数依存、温度依存が分かっている場合は、そういう定義の仕方もできるようになっております。はい。入力の、例ですね。まず温度依存があるので、温度、テンプレチャーのイニシャル、またはマテリアルで、初期温度を定義します。で、1番という、ここ、ちょっとごめんなさい。5ですね。ごめんなさい。ここ5になります。5番のテンプ D、もしくはテンプで、これが接点番号1001番の時は温度10です。接点1002は11度です。それ以外は全部20度です。っていうことをここで定義しています。で、ここ5番になりますが、ここの関係で参照しています。で、周波数に、過信周波数に関しては、まあ従来通りですね。こちらを参照していますね。で、先ほどのマスターフレクエンシー、マスター周波数、これは、合成とか減衰項を、その周波数か、そのある過信周波数で正しく計算するという周波数ですね。で、それ以外の周波数は内装によって求めるということになります。で、今回は3番という、このフレックの3番のもので、10Hz、15Hz、まあ、65Hz という、このデータ、この周波数がマスター周波数ということになります。あとはですね、過信力に関しては従来通り D ロードと R ロードで、やります。で、もう一つちょっと特徴としましては、ですね、まず温度依存がない場合、周波数依存だけであれば温度の入力定義は不要になります。で、一点、注意点というかですね、先ほど、モーダル縮帯をするところで、精度が落ちてしまうことが、懸念されると。で、ただ、それは、レジデラルベクトルを、追加することによって、精度を向上してますよ、ってことがありました。で、それを使うためにはですね、このサポートという、カードが、必要になります。で、それはですね、まあ、振動計算やる場合であれば、高速がなくて、合体運動があるようなモデルも結構多いと思うんですけれども、その時に、レジデラルベクトルを計算するために、まあ、仮想的にこう、高速をかけているというのがこのサポートになります。で、これは、推奨、まあ、この方が精度が良くなるということで推奨しておりますが、なくても計算は可能になります。はい。で、周波数温度依存のモデル化に関しての注意事項、制限事項を、少し、まとめてみますと、マスターフレクエンシーは、全サブケースに対して共通に適用されますので、サブケースよりも前、もしくは最初のサブケースに定義してください。
で、マスターフレンケン氏イコールオートというふうにすることもできまして、まあ、これがデフォルトになってますけれども、この場合は自動的に、例えば減衰係数がある周波数変化すると 10% 減衰係数が変化するよってなると、そこをマスター周波数として選ぶということになります。はい。で、結果出力、まあ、データリカバリーに関しては、接点値、変異とか速度、加速度等は、全計算周波数、まあ、過信周波数に関して、出力できますが、要素に関する結果は、まあ、オーレクとか歪みとかですね、こういったものは、マスターフレクエンシーの、でしか、正しく合成マトリクスなんかを作ってませんので、まあ、そこはデータリカバリー結果出力ができないということになっております。あと固有値を計算する周波数をパラムのノミナルのフレクエンシーで指定する機能があるんですが、指定しない場合どうなるかと言いますと、マット1とかマット2とか、まあ、F がついてない方の材料特性で計算されます。それからですね、Tload 5で、温度と、周波数依存特性のテーブルの関係を定義しますけれども、温度方向には、内装はしませんので、一番近い、例えば、10度と50度を定義してあって、20度の、温度の場合を計算しようとすると、10度のテーブルを使うという形になります。あとは、初期荷重をかけておいて、例えば、プロペラみたいなものがあって遠心力がかかってて、それによって振動特性が変わるというようなことを検討するっていう機能がスタッドサブになりますけれども、これに関しては現状は非対応になってますので、この辺ご注意ください。はい。では、適用事例を、ご覧いただきたいと思います。最初はですね、こちらにありますように、スチールで、粘弾性材料をサンドイッチしたような積層構成の、まあ、精神鋼板ですね。スチールだったものを精神鋼板に変えましたっていうのは、まあ、そういった例です。で、精神鋼板は、間の樹脂が、先端変形をしてですね、今アニメで見ていただいているように、真ん中の層が先端変形していると思うんですけれども、この先端変形によって減衰が生じるという特性を持っています。で、樹脂は、最初にありましたように、粘弾性特性があるものっていうのは周波数依存とか温度依存がありますので、まあ、これをこういった、形で、転移しております。で、簡易的な車体のモデルでですね、このフロアを精神鋼板に変えてみましたという計算例になってます。で、過信はですね、エンジンマウントから、まあ、振動が入ってくるっていう状況を想定しまして、で、座席、まあ、シートの取り付け位置の加速度を評価すると。まあ、こういう例になってます。はい。で、入力データを少し見ますと、ソリューションの111の、計算になりまして、まあ、モーダル法ですので、固有値の計算の指定があります。で、過信周波数の指定と、マスター周波数の指定。今回は、あえて、全周波数、全過信周波数で、材料特性、まあ、K マトリクス、B マトリクスを、正しく作るという指定をしております。で、温度に関しては、テンプレチャーユニットで、1番のテンプレチャー。まあ、今回は全領域20度ですという定義ですね。まあ、こういった設定をしています。で、材料に関しては、MAT9F で、ソリッドの要素の、特性を、モデル化してまして、減衰項の、G の445566のみ、100番のテーブルの、
温度依存性、周波数依存性を定義しています。100番はテーブル5、D5 で、マイナス10度の時は10番のテーブル、この青い部分ですね。で、20度の時は緑色のテーブル、50度の時はこの、オレンジのテーブルと。まあ、これを参照されるという形になります。で、計算結果がこちらになります。黒が通常の、鋼板、まあ、スチールの板ですね。で、色がついている線が静止鋼板で温度ごとに結果を示しています。で、見ていただきます。まず黒とその他、周波数依存、温度依存を考慮しているもので、かなり大きく、結果が変わってくるということが、お分かりいただけると思います。また、温度が違うことによってもですね、例えばここは、マイナス10度の場合だと、結構ピークが大きくなってしまうんですけれども、20度だと、まあ、あまり、応答は大きくないと。まあ、こういった形でですね、温度依存性もかなり効いているということが、分かりいただけると思います。で、ちょっと、ここの、174Hz の時の応答のアニメーション見ますと、左側は、スチール。で、右側が静止鋼板の、20度の時の結果になるんですが、過信された、ここのエンジンマウント付近の振幅はほとんど変わらないんですけれども、フロアの応答に関してはかなり、小さくなっているということが、ご覧いただけるかと思います。はい。で、この際ですね、先ほど、マスター周波数は、過信周波数と同じ点数にしましたというふうに言いましたが、オートにした場合は、どうなるかと言いますと、F06 の、ファイルにですね、このようなメッセージが表示されます。これは 1Hz、7Hz、まあ、200Hz という、これらの周波数のがマスターフレンケンシーとして、自動的に、設定されましたと、選ばれましたということを、示しています。で、その結果の比較をしますと、全周波数をマスターフレクエンシーにした場合と、オートにした場合ですね。結果、比べますと、もうほぼ、もう線が重なって見えないというようなレベルで一致しております。で、計算時間に関しては、全周波数をマスター周波数にすると140秒、オートだと22秒という形で、かなり、高速化されることがわかります。まあ、このような形で、オートの機能はかなり効果的にですので、ぜひ使っていただければと思います。次にですね、射出成形をされた単繊維複合材。これは吸気ダクトを、イメージしています。で、射出成形するときは、その材料をこう吹き出す位置のゲートがありますけれども、そのゲートの位置によって繊維の流れる方向が変わってきますので、結果的に繊維の配光が場所によってこう全然変わってきます。この、この絵がですね、繊維の向きを、示しています。で、ですので、場所によって繊維の方向も違いますし、複合材ですので、まあ、粘弾性特性の、によって周波数依存性もありますということになります。で、ガラス繊維の特性は弾性材料とみなせると。まあ、粘弾性ではなくて、まあ、弾性ですと。で、樹脂は粘弾性になりますということで、樹脂単体でですね、動的粘弾性試験を、行ってですね、体積弾性率と先端弾性係数の、貯蔵弾性率と損失弾性率を取得しておくと。これは実験で行うというものですね。で、このように、周波数に対して結構大きく変化するということが、まあ、この樹脂の特性になります。で、まあ、実際、この今はガラス繊維単体と樹脂単体の特性になりますが、これを複合材にした状態の材料特性はどう求めるかということなんですが、
弊社の、グループ企業のエクストリームという会社がですね、デジマットという製品を販売しておりまして、これは今のような、マスターカーブ、年段線試験の結果のデータに基づいて、複合材としての、特性を求める、材料特性を求める、機能になっております。ソフトウェアになっています。で、この機能によりまして、ナストランの、今回の MAT-Q、ですね、MAT-QF っていうカードを、自動的に作成することが可能になっています。で、先ほどもありましたように、今回は場所によって繊維配光の向きも違ったりしますから、こういうデータがたくさん、その場所によって違うデータが出てくるということになります。で、デジマットから書き出されたデータがこちらになりまして、MAT-QF でテーブルを参照してます。で、19個のテーブルを、参照してますね。あ、そうですね。2番からなんで18個ですかね。男性係数も周波数依存がありますし、減衰係数も周波数依存があります。で、これは今ある繊維配光の部分がこの特性なんですけれども、場所によって配光が違うので、その特性も変わりますから、こういうデータがさらにたくさん作られているということになります。はい。で、このタクトをですね、ここで過信、ここを拘束したっていう状態で計算をしたという例がこちらになります。まず周波数に対するこの位置の応答を、加速度を見たのはこのグラフになります。モーダル法の、周波数依存、違法性がないのが青い線。で、モーダル法で、オレンジの線が、違法性、周波数依存性がある場合。で、直接法で、違法性、周波数依存性がある場合が、この、グレーの線ですね。で、オレンジとグレーは、完全に重なっていますんで、精度は十分、モーダル法でも得られているということですね。で、結果としましては、周波数依存、違法性を考慮するかしないかで、かなり変わってまいりまして、あるこの 300Hz 付近の応答を見てみますと、変形の、モードもですね、若干違うということが、確認できます。このように、非常に複雑な場所によって繊維配光も違いますし、複合材になっていて、周波数依存もあるよというような複雑な解析もですね、デジマットとナストランを連携すると非常に、容易にですね、解析可能になっています。はい。次に、フロントガラスの周波数温度依存性を考慮した解析ですね。フロントガラスは、合わせガラスになってまして、間に PVB の、膜が あります。これは、ガラスの破損、飛散とかを防いだり、遮音性を良くしたりとか、そういうものですよね。で、その場合、温度依存を考慮したいので、温度分布が欲しいということで、今回、弊社、グループ会社の、クレードル社の CFD ソフトウェアである SC フローを使いまして、ガラスの、発熱と、気流による、冷却ですね。マイナス10度という、ちょっと寒い状態で、そのガラスを温めてるっていう、そういう状態を計算しました。で、SC フローの機能で、SC フローというナストランという機能がございまして、これによって温度分布を得て、でナストランの方で、この PVB の、減衰係数を温度依存、周波数依存にして計算をするというものです。で、SC フローというナストランは、温度とか圧力を、SC フローの CFD で解いた結果を、これが CFD の温度分布になりますけれども、これをマッピングして、ナストランのメッシュに、定義してくれる。で、この機能自体で、静的解析に関しては解析を行うこともできます。で、今回は、
温度分布を出したものを再利用して、ナストランで紫外相当計算を解いているという形になります。まあ、このようにマイナス10度から50度ぐらいの間で温度分布があるという状態ですね。で、得られた温度分布がこのように添付カードで、FC フローの方から出力されてまいりますので、で、これとナストランの、温度依存性、周波数依存性の、材料入力を使いまして計算を行うというものですね。で、過信、ここをですね、面外過信をして、ここの面外の振幅を見るという結果、加速度を見てですね。で、こちらが結果です。温度分布を、FC フローの結果の温度分布を考慮したのがオレンジ。で、マイナス10度で、まあ、外気温のマイナス10度で固定したものが、こちらの青の、線ですね。で、ちょっと薄い線が20度の時の、20度に固定した場合、一定にした場合ですね。で、このように温度分布をしっかり考慮することによって、外気温のマイナス10度だったり、まあ、室温の、まあ、通常材料データを使うような温度の、特性とは、まあ、かなり変わってくるということが、わかりました。まあ、このように、流体計算をすることによって、温度分布を得るっていうことが、比較的容易にできますので、その結果を再利用することによって、より精度のいい、周波数応答計算が行えるということが、わかりいただけたかと思います。はい。最後にですね、計算の、ちょっとまあ、今まで見ていただいたのは、比較的小規模のモデルになりますけども、まあ、お客様の、車体のモデルので計算した例を見ていただきたいと思います。まあ、計算時間だけですね。まあ、430万接点あるようなもので、まあ、4500モードの構造モードがあるような、まあ、構造と、音の連性の計算になります。まあ、車室内の音の計算ですね。で、荷重係数が66個あって、600周波数ラインあるというようなものです。で、一部のパーツは周波数依存性が、の減衰特性が適用されています。で、こちらが計算時間になります。青が、モーダル法で、並列計算をしてない場合。で、オレンジが、並列計算をしている場合。で、グレーが、直接法で解いた場合ですね。で、こちらは、周波数依存、温度依存がない場合で、右側が、周波数依存があるっていう場合ですね。大体ですね、周波数依存が、のありなしで3倍ぐらい、まあ、3、4倍ぐらい計算時間がかかるような、結果になっています。で、ただ、直接法で解くのが、まあ、周波数依存をきっちり解こうと思えば、直接法で解く必要があるんですけども、これはもうすごく時間かかりましてですね、約1万8000分かかると。もうグラフがもうすごい突き抜けてあります。ということで、まあ、非常に計算、本来かかるようなものなんですが、モーダル法で計算できるような、工夫を、しておりまして、それによって、まあ、従来よりはかかりますけれども、まあ、実用的な時間の中で計算できるような、風になっております。はい。では、ちょっと、まとめますと、樹脂とかゴム、まあ、こういったものを用いた精神剤で複合剤っていったものは、違法性、周波数依存性、温度依存性がありまして、これらを正しくモデル化しないとですね、正しい振動解析が行えないということがございます。で、ナストランの2018から2020におきまして、こういったモデル化機能を強化してまいりまして、まあ、今日のセミナーでは、使用方法や適用事例をご紹介させていただきました。で、さらに、マルチスケールの非線形複合材、モデリングプラットフォームであります、デジマットや、熱流体シミュレーションソフトウェアの FC フロー。これらと連携することによって、こういった違法性、周波数、温度依存性の、材料特性を有効に、利用できるということに関しても、示しました。はい。以上で、ご説明の方を終わりたいと思います。